朝からすまんな、スバル。顔だけ見とうなってな。どうや、具合は。大丈夫です。この膝、絶対に直しますから。あと1年待ってください。ああ。ホヤー監督。うん。俺らの学年で他に気になってるやつっています？ホヤな。まずは、南和中の高杉淳吾やな。それから、お前と同じ新鋭中の浅松一世。駒引き中の沢渡雄飛。奥越中の陣野龍大。松本一中のオチは？オチ？すまん、印象に残ってんな。オチ三つ臣、目立たんけどいい仕事しますよ、あいつ。ほう、今度見とくわ。松本一中のオチな。福井のドリームチームっすね。なんかワクワクします。俺絶対に福宝に行きますから。ナイスターン、クイックだぞ、レフトマーク。抜けないか、スバル、上。ナイスカバー。いやー厳しいっすね。今のはこちらがやられたんだろう。お前一人で決めなくても誰かが決めればいいんだから。今年の副砲いいんじゃないか。はい、あざっす。次に船員の8番、相島については正直トスの特徴が特定できん。得意な方向があるわけでもなく、ちゅうか不得意なもんがない。味方のレセプションの精度に関係なく敵のブロック見て対応してる感じや。厄介な天才や。つまり一番守りにくいとこを攻められると思って対応するしかないってことや。対応できんで守りにくいんやけどな。灰島を抑えられんならもう片方のキーマン黒羽を抑える。1年2人を抑えれば船員は去年のチームや。万年1回戦負けの弱小チームに副砲が負ける予算ない。オチがヒって頼もしい。オチ先輩かっけー、ドイキュー。スバル純吾一世、黒羽よりでかいやつをレフトにつける。菅野はある程度割り切って打たすことにする。ストレートが上手い選手で、ディガーは必ずストレートに入ること。青木と灰島がフロントの時はフェイントとツーのケアを意識してくれ。スバル、遠山んとこ次行くの来週の土曜やったか？はい、いつもの定期検査ですけど。検査結果必ず報告せよ。わかってます。スバル先輩、今から浜にビーチバレーに行きませんか？そんな体力余ってるんやったら明日の朝灰を叩き起こして練習させたるわ。行きましょう、スバル先輩。何この合宿しょっぱ。よっしゃ、じゃあ1、2年対3年でゲームやるぞ。望むところっすよ。お前が率先して乗るんか、スバル。今日の体力は今日の分なんで、朝練は朝練でやります。相島、三村をどうやって止める？悪魔のバズーカに楽に撃たれる状況を作った時点でまず止められないでしょうね。サーブで三村が楽に撃てる状況を潰していくのが最優先です。それができない時は点を取られない方法より点を取る方法を考えた方が建設的です。ブロックでできることはないってことか？ありますよ、もちろん。青木先輩が灰島に教えを請うてる。灰島、三村対策の戦術任せていいか？3つくらいは考えてました。今日から練習に組み込みます。頼むわ。はい。万年1回戦負けの弱小チームがマジで代表戦まで勝ち残るとはな。福井王者にやっと挑戦できる。誰の前で言っても恥ずかしいことなんかない。うん、狙うぞ春子。ああ
スバル、高校の大会が終わったらもう一回手術せんか。手術？両方？今は問題ないで、1月の春高にストップはかけん。けどお前は両膝に爆弾埋め込んでるようなもんやでな。大学は関東か関西のでかいとこ行くんやろ？いくつかは声かけてもらってます。だったら東京か大阪の権威ある先生とこに通って見てもらえる。大学1年かもしかしたら2年くらいまで棒に振るかもしれんけど。2年までっすか？お前はまだ高校生なんやぞ。この先の選手生命の方を大事にせえな。またこれ開くの嫌やな。しかも2年のブランクって、前みたいに戻ってこれんのか俺。お、お、すいません気づかんくて。どうぞ。ありがとう。いえ。あなた三村くんやろ、バレーボールの。あ、はい。やっぱり違うかしらって思ったんやけど、ほらジャージで。あは。バレーボール頑張っての。ありがとうございます。頑張ります。これどうぞ。おお、サンキュー。なや、これ初めて見るやつやな。新作？昨日コンビニで見つけた瞬間即買いしたんです。ラズベリーミルク。スバル先輩ベリー系一番好きですよね。おお、よう知ってんな。スバル。お、こっちこっち。遅かったな、開会式とうに終わったぞ。うちはシードやで、今日は試合ないやろ。何ナンパされてんじゃ。やらんぞ。言わんわ。おや、オチは？オチやったら本部やろ。先生になんか頼まれてたで。スバル、船員は誰も来てへんみたいやぞ。まあ、ほやろ。おだんとこは 1,2 年の数が少ないしな。新人戦を見送って代表戦に絞るつもりやな。おやろな。のう、コウヘイ。ん？対抗が出ん大会でまさか下手こくなや。優勝戦勝ったら代表戦出さんぞ。一戦全部ストレートで取って優勝しますよ。言ったな。ほんなら1セットでも落としたら罰ゲームな。え、内容によりますけど。なんすか？おやな、何にする？下校時間の時計所前に一人応援団。じゃあ、そういう系は勘弁してください。県庁の堀に裸で飛び込むとかの方がまだ。じゃあそれな。いや、そ、わかりました。2年全員でだったらやります。嫌じゃん、一人でやれ。さてと、じゃあオチを拾って引き上げっか。他校の試合見てかんのけ。うちはうちの調整しとけばいい。あ、オチ先輩帰ってきましたよ。まだ見てんの？スバル、遠山先生んとこどうやった？なんも、いつも通り。他？バッチリやで、安心しろって。お前を春高のセンターコートに連れて行くまではな。最後の春高やな。何言ってんのお前ら。このメンバーならいける。春高のセンターコートに。頼むぞエース、任せとけ。
開島、平気か。はい。一遍床吹かな、危ないな。なんや、もうへばったんか。みんな情けねえぞ。お前は休憩あるやろ。根性入れろや。この3日間の合宿でチーム仕上げなあかんのやぞ。声出せ。コースに打つのがまず課題やな。クロバーはコース狙うのが目的の時は 100% で打つんやなくて7割ぐらいで打つことも覚えろ。2人は今日終わったらサーブの補練するぞ。ウィッス。ちゅうわけで1位からの命令やけど。何？今のが命令やないんですか？今のは首相からの課題や。詐欺や。詭弁です。命令。最下位のペアは期末の順位を中間から全教科 20% 上げること。ガーン。3位は 10%、 2位は 5%。 達成できん教科あったらペナルティー貸すぞ。なんやってか。それガチなやつやないっすか。勉強が学生の本分やろ。1月に東京行くことになったとしても期末はあるんや。そんな無理難題は一点。100番の 20% なら20番上げればいいだけや。ああ。つうかそこ助かったって思って死なーとホッとしてるやついるし、一番ヤバいのはお前の見分やろ。俺はいいだろ、1位取ったんだから。相島の国語関係はそれとは別に俺が見る。いいですよ。よくないわ。やるぞ、副首相命令や。新人戦、女子の方はどうやった？2回戦で負けてもたみたいです。ほうか、副砲は順当に勝ち上がったぞ。やっぱ3年抜きでもレベルは一つ抜けてるか。おや、副砲も先週合宿やったんやと。大学のチームと合同で一日中練習試合したみたいやぞ。そういうのってツテがあるんですか？副砲は大学でも一線で続けている OB は多いし、ツテはいくらでもあるやろ。いえ、青木先輩の情報源の話です。青木さん。うん？中学まで運動何もやってなかった割には体できてますよね。おうか、1年の時はヒョロヒョロやったぞ。じゃあすげえ練習量こなしたんですね。まあそういうことは言わんときゃ。俺のイメージ崩れるで。わざわざ褒めようとせんでいい。でも俺に譲歩してくれてますよね、青木さんも。お前だって分かってるやろ。予選時みたいなコンビミスが決勝であったら致命傷になりかね。はい、ありがとうございます。礼言われる筋合いはないわ。勝ちたいのはお前一人やない。老先生に見透かされてる感じなんがちょっと気に入らんけどな。俺は高校卒業したらバレーは続けん。え？そんな驚くことか。俺にとってはあくまで部活や。ほんでもまあ3年間いい思いはさせてもらった。俺は昔から背高くてよかったと思ったことがなくてな。それがバレエやってみて初めてでかくていいことがあったと思ったんや。バレエ部に誘ってくれた小田には感謝してる。小田さんが？ああ、入学した時いきなりな。お前でけえな。なあ、一緒にバレー部入らんか？バレー部？お前が？まあ俺は確かにちっちゃいけど、これから伸びるんやって。ほんで外地みたいなスーパーエースになるんや。スーパーエース？チームで一番かっこよくて一番頼りにされるスパイカーのことや。なあ、一緒にバレーやろせ。ほんと小田には感謝してる。ただやっぱり大学以上でやるつもりはない。再来週の決勝もし負けたらその時点で俺と小田は引退や。大学は多分近いとこにはいかんやろうし、地元帰った時だけ連絡取るような、そんなくらいの付き合いになってくんが普通なんやろ。相島。はい。春高まで行くって約束しろ。そのためには俺はお前がやることに従う。はい、絶対行きます。覚悟決める間もないんか。とっくにしてます。頼もしいな。そのために俺はここにいるんです。11月だぞ、まだ秋だぞ。
クロバ、この雪でチャリンコ乗れんやろ。はよ支度してこい、駅まで送ったる。全員揃ってるな。はい。何遍も来たことある体育館やのに、雪のせいでなんか別世界に見えるな。何が別世界なんですか、まだ県内ですよ。ああほやな、その通りや。ここが終点やない。今日副砲に勝って東京に行くぞ。部員たった8人の黒いダークホースを赤の王者の壁が迎え撃つ。今朝の新聞のテレビ欄でそんなこと書かれてたわ。王者の壁をぶち抜いてやろっせ。おう、死ねや。おっとっと、うわっ、あ、何やってんじゃあいつらは。三村スバル、うわっ、ちょっと緊張感ない連中やな。行くぞ。オッケー、もう終わり。もうやめやって。お前らいい加減。久しぶりだな、大きい会場のセンターコートで試合できるのは。ここで福井の代表が決まる。楽しみだ、勝つのが。お前顔、なんかもうケーキ食べ放題目の前にして全種類食い尽くすぞっちゅう女子の顔になってるぞ。この音、救急車。うちは全員いるし、観客もまだいない。もしかして福保。やっぱ副砲の誰かが怪我してるな。三村じゃない。じゃあ誰が。